皆さんこんにちは、小場翔です。今日もスペシャルゲストに皆川チャンネルより皆川くんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆川くんのチャンネルは概要欄にリンク貼っておりますのでご覧ください。僕もちょこちょこ出演させてもらっているので、見に行ってもらえればと思います。今日はですね、以前あのメインチャンネルの動画で、まあ、コンサルの頃つらかった話っていうのを、うん、まあ、ちょっとお互いね話させてもらったんですけど、今回はサブチャンでもうちょっともう皆川くんの魅力に迫ろうということで、まあ、ちょっとねメインでは言いづらかったあんなことこんなことコンサル時代にあった出来事をお話聞かせてもらおうかなというふうに思います。まあ、やっぱりまず最初にですね、コンサルといえば、まあ、仕事量ですよね。なんかそういった関係でちょっとつらかったこととか、まあ、なんか体調が良くなかったとか、そういうのありますか？まあ、前の動画でね、僕入院したって話もしたと思うんですけど、うん、それとは別に体調を崩したっていうのがあって、はいはいはい、でそれめちゃくちゃ働いちゃったっていう、理由なんですけれども、あの IT コンサル時代、まあ、とあるプログラム、とある、システムのリリースをするタイミングで、うん、その作業がめちゃくちゃ立て込んじゃって48時間飯食うの忘れたっていう忘れましたね。その、昼飯食うタイミングで仕事集中しちゃってたから、周りのチームの人に飯食っていいよとか言って仕事をして、そのまんまなんか2時ぐらいまで仕事をして、ああ気づいたからもう帰んなきゃっつって、で次の日出社して同じサイクル繰り返しちゃったっていう途中でむっちゃ腹減って、でもコンビニでなんかさっと買っておにぎりでも、それこそなんかこうウィダインゼリーでもってならなかったんですか？夜もう疲れすぎてそのまま寝ちゃったって感じでしたね。やっぱそれはあれですね、うん、やっぱりこう見て分かる通りね、こう体型の違いがあるので、うん、僕の話また挟んじゃうと、うん、僕食べちゃうタイプなんですよ、うんうん、ストレスとか溜まったら食べちゃうタイプなんで、うん、忘れるというよりは、うん、なんでこんな仕事があってイライラするからいっぱい食べてやるみたいな、うんうん、そういうタイプなんで、でも出ませんそれ、うん、忙しくなると太るタイプと痩せるタイプいますよね、うん、痩せるタイプですねでもさ、結構両極端に分かれない、うんうん、コンサルの人って言われるとか、太る人、そうだね、うん、他になんか体調面とかであります？まあ体調面はそのぐらいかな。あとはまあ人間関係とかですかね。ああ、そう、2つ目聞こうと思ってたんですけど、うんうん、人間関係で大変なところってあります、うん、人間関係はですね、なんか、大体どのプロジェクトも人間関係で初めちょっとうまくいかないっていう時期が、チューニングの時期が大体どのプロジェクトもあって、コミュ障ですか？あ、そう、コミュ障かな、コミュ障なのかもしれないですけど若手だった頃の、プロジェクトでは最後までうまくいかなかったっていうのがありましたね。まあ結局その時もね、最後ちょっとね、体調崩したりとかしてましたけど、どんな風に？うん、いやもうなんかね、その人に会うのが嫌で嫌でしょうがないみたいなそういう感じでしたね。それどういう感じで嫌だったんですか？その例えばめっちゃひたすら怒られるとか、まあ、陰険な人だとこう無視するとか、あるじゃないですか。うん、まあいろんなタイプがあって、多分世の中のコンサル業界のつらかった話でいうと、陰険な爪が厳しいとか、はいはい、なんかそういう話、そのパワー系のものが多いと思うんですけど僕の場合はそうじゃなくて、結構その上司とのすれ違いがすごかったみたいな。なんかね、こう上司の方も俺に気を使っちゃって、こう言えないことが多分あったと思うんですよね。じゃあ向こうも別に根っからの悪人というよりは、根っからの悪人ではない、ちょっと気使っ、お互いちょっと気使ってうまくいかない。あ、でも結構珍しいんじゃない？珍しいですかね。コンサル会社では基本的にね、うん、メンタルブレイク、はい、してくる人がたくさんいますから、おいお前とか言ってね。だからそう考えたら、あ、でもね、そのたまにその溜めてたものが鬱憤がこうパーって出る時があってそういうのもあってね、なかなか難しかったんですよそのプロジェクトは。でもね、多分皆さんもね、働かれてる方なんかだと、こう自分で上司を選ぶってなかなかね、うんうんうん、できない会社さんが多いと思うんですけれども、まあ、どんな人と働くって結構大事ですよね、うんうん、逆になんか後輩関係で悩んだこととかってないですか？うんうん、後輩関係はですね、結局最後まで悩んだっていうパターンはないんですけど、うん、自分の下で働いてもらうスタッフの人たちを、うん、どううまく使うかっていうところに関して、まあ、これはどっちかっていうとこうチームマネジメントの関係で、こう自分の成長のためにこう前向きに悩む、うん、なんかそういったものはありましたね。他になんか辛かったポイントありますか？まあ、人間関係のところが一番ですかね。でも、うん、まあ、結局そのなんていうんだろう、さっき話したその人も根っからの悪人じゃなかったっていうところから、うん、結構いろいろ学びがあって、うん、その不幸なすれ違いをこう解消するために自分からこう積極的にこう自己開示をしていくっていうのをそのプロジェクトで学んで、結構その後は初めうまくいかなくても最後は結構いい友達というか、うん、今でも付き合いしてもらうっていうような
感じになってますね。なるほどですね。だいたい僕の、まあ結構妄想も入っちゃってるんですけど、コンサルの若手で上司とうまくいく人って、僕ほぼ2タイプだと思ってて、一つはやっぱコミュ力がある人、あ、はいはい、例えば上司が求めるコミュニケーションとか話し方とかを結構こう探知してそれに合わせていくみたいな、多分その人本人はいろんな方ができるんだけど、その上司とか、まあ、さらに上の人に合わせてコミュニケーションできる人っていうのは、まあ、結構可愛がられるんじゃないかなと思ってて、あともう一つパターンがあるとしたら、基本的にコミュ力ゼロでもいいから仕事めっちゃできる人、はいはいはい、そう、仕事めっちゃ早くて言われたことサクサクやってれば、多少ね、コミュ力が低かったとしてもあいつはできるって言ってもらえるじゃないですか、だから結構それはあるかなと思いました。なんかコンサル会社って最終的にはこうね、偉くなっていくと営業していかなきゃいけないじゃないですか、だからそのコミュ障でなんか資料作るのだけ上手くて偉くなっていくとどうなんだろうと思って思いますけど、でもまあ若い手のうちはね、十分それでこう、なんていうのかな、評価してもらえるのかなというふうには思いましたね。今ちょうど評価の話が出たんですけど、やっぱ人事評価とか、人事効果とかでなんか悩んだりとかしたポイントってありました？まあ、そういう意味で言うと、さっき の, その人間関係のところではあるんですけれども、そのまあ上司との、ね、コミュニケーションが薄くなっちゃうと、どうしてもこう評価する方もどう評価していいかっていうのが分かんなくて、一回僕はそれで一回上司とバチコリ喧嘩したことありますね。評価の内容に関して、評価の内容に関してですね、だから僕は例えば分かんないけど、俺は A ランクだと思ってんのに、上司には B ランクつけられたみたいな、そういうことですか？そういうことですね。ああ、なるほどですね。僕はですね、もう、ただただ辛かったんですけど、僕らがね、一緒にいた会社って、こう、A、B、C、D まであるじゃないですか。そう、もう D つけるよって言われて D つけられたのが辛くて、反論の余地なしみたいな。俺は D つけられて、ふざけんなって、喧嘩して、ちゃんと A かなんかな。ちゃんと戻したっていう、そういう感じかな。言ったもん勝ちみたいな。でもね、実際あるんですよ、コンサル会社って。そういうなんか、やっぱりなんだかんだね、きちんと物申すというか、ただの文句じゃダメですけど、論理的にきちんと自分の意見を言うってことが大事にされるんで、やっぱいきなりは良くないですけど、僕の場合完全にその D 評価をつけてくださった、その上司の方はですね、完全に僕のことをメンブレしてきたので、メンタルブレイク、しっかりともうメンタルブレイクされきってたんで、D つけるよって言われて、はい、承知しましたって言っちゃうの。もうそこで反論とかしようもんだら、またなんか始まりそうで嫌だから。そのプロジェクトそこで終わりだもんね。そうそうそう、そう。で、僕はそれなんか2ヶ月ぐらいのプロジェクトだったんですけど、もうかなり理不尽なプロジェクトだったんで、でもなんか理不尽なアサインメントってないですか？アサインメントっていうのは、プロジェクトにこう配置されることを、アサインメントというんですけども、理不尽というか、まあ、希望通りじゃないっていうのはありましたね。まあありましたけど、それに対してこうどういうアクションを取るかって結構人によって分かれると思う。分かれるね、確かに。結構物申してこのプロジェクト嫌だっつって抜けさせろって言って、そういう話をする人と、あとまあしっかりちゃんとね、理不尽ながらもちゃんとやるっていう人がいて、僕はどっちかっつうとちゃんとやるタイプで、まあ、ただなんかなんて言うんだろうな、ちゃんとやることのメリットは、自分が望んでないプロジェクトをやると、その自分が予期してないスキルを得ることができるっていうね。なるほど。だからそこはね、結構自分 の, その持ってるスキルの幅広さってところにつながったのかなっていう気がして、そこは、まあ、人それぞれだと思うんですけど、僕みたいに縁に身を委ねてしっかりやるっていうのもいいかなとは思います。そうですね。あとは、だ僕なんかはすごい多分得をしていて、そのアサインメントで不満に思ったことがゼロではないけどほとんどないですし、毎回毎回結構いいとこに入れてもらっていた感がありましたね。そうだね、小橋はエースだったからね。いやでも実際有限みたいなのありますよね。あるあるある。あいつはいいとこ置いとこうとか、あとなんか逆にただ優秀すぎると、本当に仕事早かったりすると、あいつは本当何でもできるから、炎上したらあいつを入れるみたいな。あるある。それもそうなんていうか、すごい十字架背負ったエースみたいなことがいて、それも返せなかったみたいですけど、僕が一番理不尽だなと思ったのは、その僕のことを評価してくれて、すごいレバレッジを効かせたアサインメントをしていただいたんですよ。さっきそのメンタルブレイクした時のプロジェクトなんですけど、僕の上にですね、まあ、3人ぐらいかなり偉い方がいらっしゃって、で実動部隊は1人なんですよ。で僕の前にそこのプロジェクトを1ヶ月か1ヶ月半かやられた方っていうのがマネージャーなんですよね。
で僕あの一番下の職位でそれ引き継いだんですよ、うん、しかも僕が引き継いだマネージャーって、うん、マネージャーの中でもそのエース格と言われていた方の仕事ぶりを引き継いだんで、うん、あのゴミカスのように扱われて、うん、そりゃそうだよね、うん、一番下だからね。でなんかあの人はあんなにできたのにとかすっごい言われて、うんうん、でなんかあのしかも僕に指示出す人があの転職してきたばっかりの方で、うん、あんまりその社内の事情とかも分かってないから、うん、なんであなたコンサル会社いんのとかすごい言われてマネージャーと比較されましてもみたいなで結構メンブレしましたね、はい、というまあちょうど思い出でございましたまあこの話しだすとね、まあ、ネタが尽きないんですけれども、うん、またね皆川くんのチャンネルの方とか、まあ、あの動画出していきたいと思いますので、またね楽しみに見ていただければと思います。というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。